県道12号なる池線脇町か。青春時代を過ごしたのどかな町。ああ、わあさん、ちょうどお腹も空いてきたし、今日のお昼は久しぶりにわあさんのおうどんでもいただいてみようか。お邪魔したのは美馬市脇町にあるセルフうどんわあさん。こだわりのうどんとおよそ30種類の天ぷらやフライ、地元の野菜をふんだんに使った日替わりのおかずが評判のお店だ。いや、すごい人気。いや、すごい人気。いらっしゃいませ、どうぞ。店長は中西美和さん。料理が大好きで、大学卒業後岡山県にある京料理のお店で板前の修行をしていたが、大病を患い道半ばで断念。地元に戻って療養した後、新たな仕事として選んだのは子供の頃の思い出の味、さぬきうどんのお店だった。祖父がさぬきの出身なんですけれども、お祭りとかお正月、あと家族が集まる行事ごとには必ず手打ちのうどんを作ってくれてまして、最初は醤油かけて食べて、祖母が作ってくれてるお出汁をかけてもう一杯食べてっていうのが私たちのおやつのような感じだったんですね。祖父の作ってくれていたうどんを再現して、かつ私好みにアレンジしたというか、思い出の中にあるおじいちゃんの味っていうのがわあさんのうどんの根底にあります。わあさんの麺は伸びやかなコシが特徴。およそ20種類を試して選び抜いた北海道産の小麦粉を使い、こだわりの塩と軟水で作る。だしはいりこや昆布などを一晩氷水に漬けた後、3時間弱火にかけてうまみを抽出。一旦こしてから鰹節やさば節などを加えるという手のかかる工程で作られている。かけ中です。ありがとうございます。でか、天ぷらもいきたいな。うわ、これも迷う。え、名物の昆布店、ちょっと初めて見る。でかー。わ、ほんでやっぱ鶏天も行こう。上に乗せちゃおう。すごい。こちらが和さん自慢のかけうどん。名物の昆布天と不動の人気を誇る鶏天を一緒にいただくことにした。中でこのボリュームか。いや、お出汁の香りがちょっとたまらんな。いただきます。あ、もっちもち。まずやっぱりこの麺がうまい。口に入れた瞬間に小麦の風味がふわっと広がって、麺肌がツヤツヤで強いコシがあるというよりは滑らかでしなやか、伸びがあって非常に喉越しがいい。そしてこのお出汁、昆布やいりこ、かつおの風味が見事なバランスで相まって、非常に深い旨味とコク感じられる。このお出汁がこの麺の旨味をさらに引き出してる。そしてこのでっかい昆布の天ぷら、いや、ちょっと初めて食べるな。いただきます。あ、やりこ、やりこ、あ、なんだこれ。まずこの柔らかさに驚いた。衣はパリッと香ばしくて、中の昆布は非常に優しくて柔らかい歯触り。最初に上品な甘みが感じられて、その後噛むごとに昆布の旨味が染み出てくる。
いや、本場香川に行かずとも徳島でこのうどんがいただけるか、これは嬉しい。最高。和さんがオープンしたのは、さぬきうどんブームが巻き起こっていた2000年代前半。さぬきの方では信号機の数よりうどん屋さんが多いって言われてた時代 で、新店舗がもうどんどん立っていて、2年持たせれたら大丈夫って言われてた頃なんです。必死でしたね、2年間なんとか持たせる。本当に美味しいうどんを作ればお客さんに喜んでもらえるはず。中西さんは手間を惜しまず素材と製法にこだわったうどんを作り続けた。料理の仕事は天職なんだと思うんです。好きなことを仕事にできるって多分人生で一番幸せなことだと思っていて、私の人生にとってわーさんは自己表現の場所なんですかね。じゃあもう今楽しいでしょうがない。楽しくてしょうがないです、毎日も。和さんには常連客から熱い支持を受ける名物メニューがある。冷水でキリッと締めたうどんの上に甘辛く煮込んだ国産の牛すじ肉をたっぷりのせた牛すじぶっかけ丼だ。これが和さん名物の牛すじぶっかけうどんか。まずはちょっとこの牛すじからいただきます。ああ、金メダルだこれ。おお、まずこの牛すじがうまみを残して口の中でほろほろと溶けていく。そしてこの上品な甘辛い風味、醤油の丸み、フルーティーさも相まって、いやこれがうどんと一緒にいただいたらどうなるんだろう。幸せだこりゃ。この冷たい麺は心地よい弾力とコシが感じられて、かけの時とはまた違った表情を見せてくれてる。それがこの甘辛い牛すじとよく絡んで、口の中にうまみとコクの余韻を残しながらするりと胃に落ちていく。玉ねぎの甘さとこのこんにゃくの食感も心地いい。いや、この絶品の牛すじと最高の麺が織りなすハーモニー、とても美しい。祖父母の味を受け継いで今や大人気となった和さんのうどん。料理が本当に好きで、好きなことを仕事にできることが幸せだと語る中西さんの生き様は、まさに好きこそものの上手なれ。これからもその大好きな料理でみんなを笑顔にしてあげてください。美味しかったよ、ごちそうさま、また来るけんなって言って帰ってくれるお客さんの顔と、ちっちゃかった子供たちが20年も経つと大人になって自分たちの子供を連れて食べに来てくれたりとか、彼女ができましたとか言って連れてきてくれたりとか、ああよかったなって、世代をつなぐことができるような味を伝えれてるのかなっておこがましいんですけど思ってます。いやー、本場さぬきのうどん最高やったな。わーさん、また来るけんなー。